超簡潔にヒーローの紹介をさせていただきます。ここでは高いヘルスで前線にとどまり続けることができるタンクヒーローと、味方の体力を回復したり様々な補助が可能なサポートヒーローを紹介します。よろしくお願いします。タンクヒーロー、ウィンストンです。高いヘルスと機動力で相手のヒーローに張り付き、動き回る相手にも安定して当て続けることのできる武器でキルを取っていきます。ウィンストンの攻撃は範囲内の敵になら複数同時に当たります。スキル1はジャンプで、これによってウィンストンは高い機動力を持っています。逃げるのは難しいでしょう。スキル2はバリアです。味方の攻撃は通り、敵の攻撃は塞ぐという性質を持っています。これによって一方的に攻撃することができます。アルティメットスキルの紹介です。アルティメットスキルを使うとヘルスが即座に1000まで上昇します。そして攻撃方法は近接攻撃のみになります。この攻撃はノックバック効果があるので、敵を隅に追いやって倒すことができます。ウィンソンでした。タンクヒーロー、ザリアです。攻撃方法はビームです。当て続けることによって高い火力を発揮します。遠くまで届いて範囲ダメージのあるグレネード攻撃も可能です。スキルは2つともバリアで、自分用と味方用です。バリアで敵の攻撃を吸収するとチャージが溜まります。チャージが溜まれば溜まるほど攻撃力が高くなります。アルティメットスキルは敵を1箇所に集めるという強力なもので、うまく使えば敵を全滅させることも可能です。ザリアでした。タンクヒーロー、ロードホックです。ショットガンを使って戦い、近距離や高い火力を持っています。スキルのフックで敵を目の前に引き寄せ、ショットガンで倒します。もう一つのスキルは自己回復です。自分のヘルスを300回復します。アルティメットスキルは前方広範囲にノックバック効果のある攻撃をします。近距離ではかなり威力が高いです。狭いところでは壁に敵を押し込んで倒すこともできます。ロードホックでした。タンクヒーロー、ラインハルトです。近距離では広範囲に当たり判定のあるハンマーを振り回して戦い、高い制圧力を誇ります。ですがラインハルトの代名詞はこのバリアシールドですね。このバリアは敵の攻撃を塞ぎ、味方の攻撃は一方的に通るという性質を持っています。スキル1のチャージは捕まえた敵を壁に叩きつけ大ダメージを与えます。2つ目のスキルによって一応遠くの敵も攻撃可能になっています。アルティメットスキルは前方広範囲にスタン攻撃です。敵を一掃するほどの力を持っています。ラインハルトでした。タンクヒーロー、ディーバです。近距離では非常に高い火力を持っており、スキル1のブースターによって機動力も高いです。スキル2は前方から来る敵の攻撃を完全に無効化してしまうというものです。ロボットによって戦うのですが、このロボットが破壊されてもパイロットが脱出して戦い続けることができます。パイロット状態でアルティメットゲージを貯めればまたロボットを召喚できます。パイロット状態の時はアルティメットゲージが非常に溜まりやすいですね。これによってしぶとく前線にとどまり続けることができます。アルティメットスキルは乗っているロボットを爆破するというもので、広範囲にダメージを与えることができます。アルティメットスキル使用後はまたすぐにロボットを呼ぶことができるので、そのまま前線に戦い続けることができます。ディーバでした。サポートヒーロー、ルシオです。
サポートなんですが非常にしぶとく、生きているだけで貢献できる優秀なヒーラーですね。生きているだけで周囲の味方のスピードを上げたり、ヘルスを回復したりすることができます。ヒールとスピードブーストは切り替え式で、どちらか片方しか上げることができません。スキルによって今かけている音楽の効果を大幅に強化することができます。ヘルスを一気に回復したり、周りの味方のスピードを一気に上げたりすることができます。ノックバック攻撃は敵を崖下に突き落としたり、敵のアタッカーに張り付かれた時に押し出して逃げるのに使える便利なスキルです。アルティメットスキルは周囲の味方のヘルスを一時的に強化するもので、さまざまな使い道があります。武将でした。サポートヒーロー、マーシーです。回復に完全特化したサポートヒーローですね。スキルによって味方の場所まで飛んでいって素早く回復することができます。回復ビームの他にダメージを強化するビームもあります。味方が一方的に攻撃できる場面で使っていくといいですね。これは最後の手段ですが、護身用の拳銃で戦うこともできます。火力は意外と高いですね。アルティメットスキルは範囲内の倒れている味方を全員完全回復した状態で蘇生するという強力なものです。サポートの新メトラです。一つ目のスキルは味方にシールドを配り最大ヘルスを上昇させるというものです。そしてもう一つのスキルはセントリータレットを設置します。最大6個まで設置できますね。これに当たると動きが遅くなってしまうので非常に強いです。通常攻撃は射程は短いのですが、一度当てれば勝手に当たり続けて威力が高い攻撃になっています。アルティメットスキルはテレポーターを設置します。リスポーン地点に入り口は勝手に作られて、そこに入った味方は前線に素早く戻ってくることができます。新メトラでした。最後はサポートヒーロー、ズニャットですね。サポートヒーローなんですが非常に攻撃力が高いです。スキルはつけられると受けるダメージが全て 1.5 倍になってしまうオーブと、味方を回復するオーブになってます。アルティメットスキルは使うと自分は無敵になり、周囲の味方を超回復させます。ゼニャットでした。以上でタンクヒーローとサポートヒーローの紹介を終わります。ここでは軽い紹介だけですが、全てのヒーローの解説動画を上げていますので、よければそちらもお願いします。ありがとうございました。